今回はね、なんと来シーズンのバトルパス、スキンとかそういうバトルパス系のやつがね、全部ね、ついに公開されて、なんとバトルパス報酬のページまで全部出たっぽいから、まあその動画があるんで、ちょっとね、紹介しようかなって思います。まあそれがこんな感じっぽい。まあ、見てもらった通りページがね7だったと思うんだけど、いつもみたいに100レベルまでゲットできるって感じじゃないっぽいね。
まあ、1ヶ月しかないし。そしてバトルパススキンにレッドナイトの新しいバージョンみたいなやつがいたと思うんやけど、こいつの追加スタイル関係の動画もあったから、まあ、それもね、ちょ、見てもらいたい。こんな感じ。そして最後にバトルパスのこの画面があるやん。このバトルパス画面、これも公開されてた。こんな感じ。まあ、スマホ版のフォートナイトから撮った画像、まあ、撮った動画だから画質は悪かったと思うんやけど、今画面に映ってたのが来シーズンのバトルパス関係のもうほぼ全ての情報っぽいね。普通にさ、アップデート前に情報がさ全部漏れるってすごいよな。まあ、来シーズンのバトルパスはこんな感じになってるみたい。